全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。障害年金は社会保険労務士に依頼して行った方が良いのか、それとも社労士に依頼する意味がないので自分でやった方が良いのか、時折聞く話です。とある掲示板にも同じ質問がありました。質問の内容はこのようなものです。障害年金に詳しい方お願いします。本人が申請するよりも社会保険労務士に依頼して申請する方が審査が通りやすいのでしょうか。いくつかの回答がありましたが、おおむねこのようなものでした。社労士に依頼するメリットは手間と時間の節約だけ。社労士に依頼したからといって障害年金に通りやすくなるわけではない。自分で動くのが難しいのであれば社労士に依頼した方が良い。社会保険労務士に依頼することについては賛否両論あります。さて、私個人の見解ですが、自分で手続きできるのであれば自分でやった方が良いと思っています。特に身体障害については比較的認定基準が明確ですので、年金事務所の職員や家族と相談しながら手続きしても良いと思います。手間や時間を削減したいのなら社会保険労務士に依頼するのが望ましいですが、費用もかかりますし、審査に通る確率がそれほど高くなるわけではありません。一方、うつ病などの精神疾患となると話は別です。うつ病で障害年金の手続きを行う場合、次のようなハードルがあります。障害年金の認定基準が曖昧かつ厳しい。病気の症状で理解力、判断力、行動力が低下している。年金事務所に行くだけでも疲弊してしまう。年金事務所の職員に自分の状況を適切に説明できず、相手の話も理解できない。適切な診断書を書いてもらうため何を医師に伝えればよいのかわからない。出来上がった診断書の内容が適切なのかもわからない。病歴、就労状況等申し立て書の書類作成が大変。書類に不備があれば何度も年金事務所と自宅を往復することになる。うつ病の人の場合、これらのハードルを乗り越えるのは簡単ではありません。症状が軽ければこれくらいできるという人もいるでしょう。しかし症状が軽いのであれば、そもそも障害年金の対象になるほどの障害ではないと判断される可能性も高まるのです。私たち全国障害年金パートナーズに障害年金を依頼する人の多くは、何年もうつ病に悩まされ働くことも困難な人たちがほとんどです。なので自分で手続きできるのであれば自分でするべきだと思いますが、自分でやるのが困難な人も多いのです。そのような人たちはぜひ私たちに相談してください。私たちがサポートすることで、あなたに障害年金という経済的安心をお届けしたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。